こんにちは、たけです。たけの、一人朝礼です。今日は2014年の10月の17日の金曜日ですね。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。この間の休みの日に、モンハンのオフ会に行ってきたんですけど、まあオフ会はネットでするのと違い、結構会話できるんですよね。オフ会が好きな理由というのは、その時は、知らない人ばっかりだったんですけど、友達とか、仮友と一緒にいたりとかいつもしてるんですけど、やっぱ新しい、要はネットじゃなかなか会話難しいんで、会話しながらいろんな情報を交換とかしたりとかして、するので、この間も行ってかなりちょっと、新しい、ね、モンハン法人なんで、新しい情報とかもらえたんですごい良かったですね。以上です。リストールの一人朝礼です。昨日はリストールの改善と動画を作る、ブログを3つ作る。で、小規模ヘアサロンの集客に関してはコンサルティングブックを、引き続き続い作ってきて、で、ブログの下書きですね。できたんで、今日すべきことは、リストールの改善と、動画の準備ですね。で、ブログを2つ作り、小規模ヘアサロンに関してはコンサルティングブックを作っていき、で、ブログをアップしたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。